同胞、エピファネイア3区、始まったエピね。今週5章。初年度とその次であれ出して始まってない扱いは他の守護場にぶん殴られていいと思われるが。絆、初年度から三冠牝馬とか羨ましいなおい。エピ、羨ましいでしょう。しかも、息子が車台スタリオンステーションにいるエピ。最近クラシックあたりより小馬戦線の方が調子いいな。今週は2歳戦3勝したエピ。一時期のバカにされっぷりひどかったからよかったよ。1800万に種付け上がった直後の成績が良くなかったからやたらとこいつにそんな勝ちねえじゃんって言われてたな。あの時はとことん間が悪かった。これから巻き返しだ。今年の2歳は1000万円世代だから結構期待できるんだよな。1000万円世代が生まれたのは2022年だからデビューは来年だよ。今年の当歳までは250万とかの世代なのに。値段が上がって質が上がると安定感は上がるけど、大物が出るかは質関係ないので初っ端の方以外で。大物も出ない、小馬でも活躍しないだとそりゃいろいろ言われるわなって。2020年に無敗三三冠牝馬、2021年に年度代表馬と2歳女王。ここで種付け爆上がり。2022年にサークル、F4、デアタクなど G1 級の馬が軒並み不調&小馬の重賞も1勝程度。このタイミングがよろしくなかった。去年だって2歳戦なんかは勝ちまくってたんだけどな。クラシック間に合う成長度はむしろ褒めるべきなんだよな。枯れたらあここまでか頑張ったねでいいのに。その枯れる馬が多すぎてクラシックに有力馬出れてないのは本末転倒では。今年は間に合わなかったから特に言われた。今年も皐月賞に出てたよ。2歳戦3勝3歳未勝利1勝。小馬重賞1勝か。2歳戦で優れてるし小馬でもやれてるのはいい傾向。このままダービーに2頭目の3区を送り込みたいものだ。来年は F4 以来のダービー出走できるといいな。サイクルしてない？2歳戦開始では母、秋頃2歳失速でうーん。でもクラシック小馬はそこそこ。年明けから微妙でグローが続く、ループ。ラケダイモーンとブマイシングの件があったから今日のインビジブルセルフも不安だった。久しぶりに高額馬の新馬戦勝ちを見た気がする。クラシックまでのエキファが神守護馬なのはほぼ事実だから。値段に見合うんか？については見合わんと思ってるけどセールで売れてるから馬主的には見合うんだろうな。売れたが正義よ、商売だもの。デアタクエフフォーリアに続くのがいなかっただけで平均は別に悪くないんよな。悪くはないといえば悪くないけど、リーディング9位は全く期待に応えられてない順位ではあるよ。なんならご祝儀繁殖の都合上初年度を上回ることは最後までないかもしれないぐらい。現代のご祝儀繁殖って溶血の輸入繁殖をたくさんもらうことでしょ。エピファは初年度からサンデークロスの配合が過半数を超えてるからそんなにもらってないと思う。エピファネイアに求められてるのはクロス要因だからそっちの充実化は今後も見込めないかもな。今のラインナップではオスメスともにちゃんと切れるってだけでかなり貴重な守護馬だと思うけどな。エピサンクってそんなに切れるイメージあるか？牝馬しか切れない絆やブラ見てるとどっちも切れる足使う馬がそれなりにいるように見える。けど6歳世代まで走って小馬重賞4勝は少ないと言わざるを得ない気はする。高額って馬の素質そのものよりコネクション代、騎手、調教師、牧場、とかで高くなっちゃったも結構あるからね。この世代は繁殖の質がとはよく言われるけど大物出せる守護馬って日高系の繁殖からも、普通に大物出してくるからな。繁殖の質がとか相性いい血統がわからないからは基本いいわけだぞ。素質ある守護馬はそんな状態でも結果出すから人気出るわけでね。まあ始まったといえば始まったのか？正直また去年と似たような流れになると思ってる。良くも悪くも初年度と2年目の2頭の印象が強すぎる。当たれば大物出るんだからまあ現役守護馬では上位よ。エピファネイアは、期待、ばっかり上がってて答えられるわけないんだわ。現役で1800万の期待に応えられてる守護馬なんて存在してないから。夏のローカルで活躍したところで励みみたいなもんだろ。本番はこっからよ。3歳世代は谷間の上にチャンスザローゼスとミッキーカクチーノが行方不明になったのが痛すぎる。ミッキーカクチーノは明らかにやはりのローテミスだし。今年の2歳からようやく種付け量500万円世代だからな。3歳は種付け量250万円の最終世代出した2馬かもね。この通説振りかざすやつよくいるけど今のところ3年目の3区が一番調子いい現役守護馬いる以上、通説が必ず通説通りに行くと思ってるのは、って感じがする。ぶっちゃけ2歳戦はいつも通り順調だしそんな始まった感はないと思うんですよね。小馬が重賞勝ったのはすごいねって思うけどね。ノーザンの繁殖回されてるって言ってもほぼサンデークロス要因でガチ繁殖は回ってないやろ。
ダヨナ社大やノーザンから回されるのは内国産牝馬がほとんど。輸入繁殖はサンデーマゴシュボバイ優先的に回されるからね。多少はエキファにも輸入繁殖与えてるけど最上級はやっぱサンデーマゴに回してるよ。エキファに限らずだけどあまりにも値段が上がって繁殖の質が上がるから、って言ってる人が多すぎてな。まあ質上がるのは事実だから、大きく変わるかはわからんけどマイナスになることはないし。3×3 全然活躍しないしな。牝馬で生まれるならこれから3で薄まってくるし繁殖として良さそうだけどね。エピが本当に薄め液需要ばかりであればあの成績あの虚弱さで母実質エピナを恐りてのシュボバ入りが検討されるはずがないと思うんだよな。そもそもミックスって本来は母父との相性で分析されていくべきなんだよ。ミスプロ×バックパサーとかガリレオ×デインヒルとかディープ×ストームキャットとかね。エキファはとりあえずサンデークロスしとけばいいやみたいな配合になってるから、ミックスの分析が曖昧なままになってる。一番上の3区でまだ6歳だから気が早いし気のせいかもしれないんだけどエキファ絆みたいな。雑にアベレージ叩き出せるシュボバってあんまり相性とか考えられてないような印象を受ける。それ言ったらディープインパクトが典型だしな。パカパカファームからダービー馬とか一頭持ち帰った繁殖牝馬からクラシックとか、雑に出てくるからめちゃくちゃなんだそれこそが究極的には一番受けがいい。ただエキファネイアは初動セールスポイントからしてサンデークロスでそれで結果が出てるから、今後も回避は難しい。配合とか特に考えられてないディープ3区多いなら母父で振るわなくなるのもなんか納得いくような気がする。両欠ではあるけどバランス超悪い血統が量産されてる可能性あるってことだろ？個人的にはスピード持続型のシュボバなので、鋭い末脚を持ってる牝馬と相性がいいと思ってるエピ。エキファネイアはサンデーの中で特に良さそうなパターンは？って方向に行くんじゃないかね。ノーザン自体そこまで配合パターンを練るわけでもないし。ディープ系牝馬は実態は欧州系みたいなもんだからエキファネイアは合わんというには正直わかる。モーリスが2200出したりルーラーが菊花賞馬出たり、親父より長くね、なんだよねドルチェモアぐらいじゃね。まあディープ牝馬はルーラーやモーリスに回しとけばいい。あとはカナロアくらいかな今後有効活用できそうなのは、スプリントから2000メートルまでのシュボバに回してスタミナ補完に使うのがいいと思うわ。エキファはようやく出てきたサンデーひ孫の中でシュボバとして期待できるクラシックと府中 G1 勝ったやつだからな。サンデークロスの試金石的な意味でも重賞勝ったサンデー孫を集めてたからそんなに悪い繁殖じゃないんや。内国産牝馬から年度代表馬を出したんだから大したもんよ。サンデーもディープもできなかったからな。だからベスト配合ってことでサンデークロスがメインになるのよね。エキファネイアに関しては250万の世代から大物を出したから1800万にまで跳ね上がったという経緯があるのに250万だから結果出なくてもしょうがない1000万からの世代は結果出すと言われてもそれはおかしくないかというのがある。というかエキファネイアを擁護するには数も質も下がる3年目4年目のことを言えばよくて種付け用に言及する必要は特にないのでは。エキファ絆によく見られる明日から本気出す理論なんなんだろうな。種付け量が上がったのに上がった後の成績が振るわないからかと。特に最近は別種ボバの3区での異様だのが目立つしね。ノーザンがモーリスとブラメンテの出来がいいとアピールして3世代目と4世代目に牝馬を集めなかったから今年の両欠集めた5世代目がエキファ、絆が種ボバとしてどうなるかわかるのが、今年からの2歳戦。まあ確かに今週は良かったけど、2歳の早い時期から走るのはいつものことだしな。やっぱ1800万のエピに求められてるのはデアタクエフフォーリアみたいなクラシック以上の G1 取れる3区よ。通過エピも、なんなら絆も、サンデークロスありきやなほんま。早彼のイメージ払拭してほしいよね。まあエピの3区は出だしはいいからなほんとあとは小鼻ってもガシガシ走れるやつ出てくれやな。セルバーグこのままマイルチャンピオンシップとか目指すのかね。秋の大目標はそこだろうね。どうせならスプリンターズステークスも出てほしいけどね。母父キンシャサを考慮すれば一度はスプリント路線も使ってみるだろう。